そのとなよく。あ、なるほど。こぐらす、こういった禁止やから。あ、了解です。了解です、了解です。コスジレント。はい。山本、グッとグッとグッと。流しながらやな、どこで。流した。あ、もう、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 今日は二人に代表の生活と新人の生活を入れ替えて生活してもらって、お互いがどういうしんどい思いを毎日しているのかっていうのを経験してもらおうと思います。ホスト歴10年超えの大ベテラン代表神谷うるはと、最近売上1000万オーバーを記録した一重界の星エノンが1日チェンジ。出勤前や営業中はもちろん、洋服も食事も全て入れ替えて過ごしてもらうという、まさに天国と地獄のような企画。前回は代表全開のエノンに密着。営業前からビールを流し込み、後輩たちに熱血指導。まずな、こう一日一日あの前の日の反省とかして、ちゃんとこう今日はどうしていく、今日はどうしていくって意識してやろうか。もうノースするなよ。まあ、何回もノースやってる。そこからヘアメイクに向かい、ちょっと真面目なエノン代表を垣間見たところで営業開始。新人神谷ウルファもヘルプにつき、お席を盛り上げます。じゃあしようか、ウルファ。入店記念に。入店記念。ああ、すいません、すいません。あ、乾杯ロードとか撮ってもいいんすか、僕は。あ、撮ってくれ。いいんすか。あ、いいんすか。みんな、グラスの方に、盛り上げて、代表に、代表の顔を出せながら、みんなで気持ちいいお酒飲みましょう。乾杯。イエーイ。乾杯。イエーイ。代表、お願いします。歴10年の新人ホストを前に、エノン代表も、なんだか調子が狂い始めます。代表ってやっぱ、一番目立ってね、やっぱラストソングとか狙ったりとか。ナンバーワン取りに行くっていうのが一番やっぱ手本かなと思ってるんですけど、新人としてやっぱ見たい。すごい喋るなお前。お前すごいわ。てなわけで本日はそんな歴10年のベテラン新人神谷うるはを追いかけ回します。これからどこ行かれるんですか？あ、これからちょっとセットサロンに、あのヘアセットしに行ってきます。ちょっと密着させていただきます。あ、お願いします。お願いします。ボクシングとかやってる人なんですか？体型が。いや、ボクシングはしてないんですけど、最近趣味で武術を習ってますね。護身術みたいな。なんか細マッチョっすよ。体には気使ってて、毎日トレーニングはしてますね。先ほどのエノンさんってどれだけ代表に忠実、リアルな代表にどれだけ忠実だったんですか？まあでも、仲もいいですね。なんかお店の中でも一応班とかを分けてて、あんまり売れてない子を僕が掛け持って班を育ててるんですけど、エノンに関しては唯一自分から率先して代表の班がいいですって、厳しく指導してもらいたいから、僕を売れ続けたいから僕の班に入りたいって自ら言ってきたのがエノンだけですね。嬉しいっすね。あ、そうですね。よっしゃ。あ、めちゃくちゃいい感じですね。今店自体、うちは結構幹部と中堅がしっかりしてるんで、先月の1月とかは部品の中で一番最高売上を叩き出せれて、いい2023年いいスタートが切れたんで、まあ、今年楽しみですね。みんなが育ってるんで、代表という仕事ってやっぱり店のこと考えなきゃいけないし、みんなのこと考えなあかんので、自分だけあげたら OK っていうね、役職ではないんで、やっぱそこら辺はやっぱ責任持って代表やらせてもらってますね。代表の動き一つ、言葉一つでやっぱ店って変わると思うんで、毎日の行動発言を気をつけて取り組んでますね。ホストって言っても人間なんで、やっぱ落ち込んだりとか売り上げ下がることもあると思うんですよね。後ろ向きになったりとか、こんなことがあったけど代表はどういう風な出勤の仕方するんやろ、どういう風な接客するんだろう、ふと自分が迷った時に、僕を見た時に、あ、こうだこうだこうだ、そうだそうだ、ホストってこうだ、お手本になるような感じをやっぱ一番意識してますね。だから僕が一番弱いところとかは多分日常には見たことないんじゃないですか。今日は新人神谷うるはですが、普段はグーフィーの頼れる代表。そんなウルハ代表の仕事に対する熱意に触れたところで、再びグーフィーへ戻ります。ここでようやくランチタイム。あ、僕まあ実際、まあ、新人の時ってあんま食ってなかったんですよね。まあ、飯食う金があるんやったらスーツの一着とか、お母さんの同伴代とかに当てたかったんで、あんまり飯自体食ってなかったんですけど、まあ、今日はね、初心に戻るということで質素な感じで。え、逆にじゃあこんな菓子パン以上の質素な生活をしてたってことですか？全然してましたよ。全然スーパーとかで10円20円の麺買って、ただ醤油かけるだけとか、カップ麺ですら高いぐらいだったんで。これちょっと逆に贅沢品っていう。まあもう、はい、僕の中で限界の質素です。質素な感じです。はい。そんなような時代がどのぐらい続いたんですか？うわー、でもまあそうですね、1年ぐらいは、はい、続いたんですね。ちょっとその感想をお願いします。はい、
のコンビニのパンうまいっすね。営業が始まり、エノン代表のヘルプや自身のお客様への接客など大忙しの新人神谷ウルハ。大丈夫な。大丈夫です。大丈夫です。お前も応援してるから。はい。お前なんか困られた感じなのかな。めっちゃ慣れてる感すごい。やめてくださいよ。お店とか繋いで行っていいですか。これホットって間違ってますか。まあ。俺はさっきよくやってたけどな、それ。全然楽しくていいんやん。でもな、お前色恋しかできない人はな、はい、一定ラインに止まるから。ああ、やっぱ俺クラスまで行くと、はい、色恋じゃちゃうの。色恋で売り上げ上げてくれる。はいはいはい、かっこいいけどな、俺まで来るとホストとして魅力を感じてもらって売り上げ上げるスタイル。それは何ですか。それ何ですか。俺うまく編集で使ったので。エロンが言うとどんな印象ですか。ああ、まあそれは当たり前やん。当たり方やもん。おお、そんな当たり前に言わんといてくれよ。俺、エイドンがみんな使えるよ。俺と一緒に撮った時ちょっと緊張させて。僕今日も撮って楽しいっすもん。今日が終わらなきゃいいのに。あー、ホスト始めたいけどおしゃれ僕なし、服装もめちゃくちゃダサいし。あ、でもスーツあれや、スーツやったらこういうネット決まってるし、おしゃれや。あの、スーツ買うお金ないし、スーツもないし、ホスト無理や。どないしよう、どないしよう。どうぞねえ。うわあ。おすけおすけ、未経験がとにかく売れる M グループなら今すぐホストを始めるようにオーダースーツをプレゼントしているよ。だからお金がなくてもスーツがなくてもすぐ始めるように準備は整えているよ。それに俺みたいにおしゃれな先輩がいっぱい多いし、おしゃれのセンスも磨かれるし、外見的にも中身的にもいい男になれる。もちろんうちのグループは他にも手厚な待遇が待ってるから安心してホストを始めるよ。それは安心やの。早速応募してみよう。ほんまありがとう。あれ、うち誰やってんの。ホストするならグループ M。 接客の合間合間にも新人ホストはやらねばならぬことが山積み。だからこれあれな、まずそれ全部突っ込んで洗って、はい、で、口元は口元は、ここを自分で押さえて、あ、押さえて、ここジュッと押さえて一周。あ、わかりました。はい、その隣よく。あ、なるほど。こういったら禁止やから。あ、了解です、はい、了解です、了解です。アイス置いちゃダメやから。はい、アイス。はい、突入レンド。はい、山本、グッとグッとグッと。はい、お水流しながらやらんとこで。あ、もう、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 あ、効率はいいですか。あ、すいません、ありがとうございます。了解です、ありがとうございます。効率よく、効率よく。はい、効率ちょっとよくしていきます。すいません。何でも仕事は効率よくな。はい、はい、人事なんで、それはもう徹底しますよ、ちゃんと。掃除ぐらいできないと、やっぱ使い物がない。最近グローブついてるからな。あれ、そうですね、女の子もね。ちょっともう、それ、女性でも出るから。あ、はい、あの、しっかり徹底して、あの、しっかり洗いもしていきます。怖えや、ウルハ。怖い。あ、ありがとうございます。最後の、お褒めの言葉、ありがとうございます。大丈夫、洗い物ちゃんと教えてください。こういう店のね、こういうものから洗うとかね、そういうところからね、お前ね、はい、ちゃんとできるお人は絶対売れるから。もう代表のそのお言葉も嬉しいっすわ、もうなんか。いいやん、お前、マジで。僕もうなんか売れる気がしてきたっすわ。普通みんながやがることもな、率先してやっていくようにしよう。あ、心ないでいきます。もうやらへんようなとこ、僕が全部やっていきます。ちょっと喋りながらやめようか。あ、はい、もうちょっと早くしようか。はい、すいません。頑張っていきます。はい、頑張っていきます。あ、ありがとうございます。あげたい言葉、ありがとうございます。頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。初日でめっちゃ緊張してます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。新人としてめちゃくちゃ前で踊っているんですよ。お前一番目立てよ。はいはい。今週はここまで。代表、いいですか、ちょっと。
今ホールの状態が女の子と従業員の方と全然合ってないんですよ。ああ。でどういう感じにしてたの？まず質問する前お前らで考えようか。まずお前がそれ正解と思うならそれをやってみてまたそれで考える。そうやったら遅いと思うんですよ。時間考える時間がもったいない。そうです。なるほど。確定の状態でもうそれを推し進めないと思う。来週もお楽しみに。